ったぎゅーたまりです。はい、今回はですね、タイトルにもあった通りコンプレックスを直していこうという動画になります。直していこう、コンプレックス動画に なります。そうです、私がね普段エラだったり鼻目左右非対称な顔だったりとかのコンプレックスが日々悩んでおりまして、メイクでどうにか皆さんと一緒に改善していきたいと思い、この動画を今撮っております。少しでも参考になれたらなと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは動画スタート。ベースは終わらせたんですけど、まず次は眉毛に入ろうと思います。眉毛のねやり方なんですけど、私こうやって見ていただけたら分かる通り、こっちの方が多分やや高いんじゃないかなって思います、位置が。はい、以前教えたと思うんですけど、 TikTok で出てくるんですよ、これミラーチェンジみたいなやつ。反転するんですよ、分かりますか、ほら反転したらややこっちの方がやや上目で、でこっちの方が足りてるんですよ、こっちが。でこっち足りてないからここを足すみたいな。今回はねちょっとピンクっぽいメイクにするので、ピンクのアイシャドウパレットこちらです。これねもらったものなんですけど、名前がね韓国語なんで読めないんですけど、この色をこうやって取ってあげて、まずはこっちを描きます。同じような位置でねこうやって描いてあげるんですよ。眉毛をねなんか色つけてあげるだけで本当に統一感すごいので、やってあげてください。そしたらねここが足りないので、私そこを足します。こっちも同じように、そのまま描いてあげちゃいます。そしたらお次に目の方に入ります、アイシャドウです。この色アイホール全体にのせます。次はここのお色味をねポッポって取ってあげて、これは二重幅にのせます。前回のブルベイエベメイクの時に、ブルベの方が似合ってるマリちゃんっていうコメントをね、ほぼそれでコメント欄が埋まってたって言っても過言ではないくらいに、それがめっちゃあったんですよ。ピンクの方が似合うのかなと思って、ピンクのメイクはねめっちゃ研究しております。はい、こんな感じで二重幅になれたら、この色もねちょっと使おうかなって思うんですけど、ここはここだけに、これほんとブルベさん用のアイシャドウパレットなので、できたら次はこちらのお色味を中間部分にのせる。はい、できましたらこんな感じです。次はここのね、めっちゃここのラメがすっごいんですよ、ほんと見ていただけたら分かると。いきますよ、ポンって。これね目の黒い目のところだけにこうやってのせるんですけど、すっごくないですか、可愛いと思って、めっちゃ最近これ気に入ってます。はい、こんな感じです。まあね、ラメをねのせるだけでも垢抜け感は少し出るんじゃないかなって思います。私がコンプレックスなのはこの重たい目なんですよ。なんかいつも眠そうって言われるんですね、すっぴんだと。で私はそれがコンプレックスで、まつげはねめっちゃグイーンって上げるんですけど、まつげを上げます。そしたら次はナチュラルにこうやって上げる方もいると思うんですけど、私はねナチュラルにではなく90度にまつげを上げちゃいます。こんな感じで90度に上げれたら、マスカラ下地をね秒でつけちゃうんですよ。そうするとねそんな下がってこないので、こんな感じでたっぷりねつけてあげたら、こうやって乾かします。あのねこれもね乾かさないと落ちてくる場合とか全然あるので。でさっきね使ってた下地がこちらです。このチャンネルで何回出したかっていうと、もう数えきれないくらい多分出してるんですけど、キャンメイクのクイックラッシュカーラーでございます。めっちゃいいんですよこれ、私はめっちゃ気に入って使っております。でマスカラはデジャビューのブラウンを使っておりますね、ロングの方を使っております。これをこうやってマスカラとかつきたくない人はね、下に鏡を持ってくるといいと思います。こうやってこうやってねやるとつきにくいので、まぶたとかにねよくついちゃうんだって人とかは絶対こうやってやってあげると全然つかなくなると思うので、やってみてください。
こんな感じで上げれました。つけたらね、あのここも秒速なんですけど、マスカラめっちゃ乾くの早いんで、そうなる前に顔作っちゃいます。瓶でこうやって、見えます？はい、こんな感じです。ピンでね、下からこうやってやってあげてください。そうするとね、綺麗に私は上がるので、こういうやり方でやっております。はい、こっちとこっちは全然ね、違いませんよね。わかります？こっちの方が眠そうなの、目が。こっちの方がはっきりしてて、目がでかく見えます。はい、そしたら、またこっちも同じようにやります。こんな感じでできましたら、次はね、下の方のアイシャドウ、まずはこれで描きます。セザンヌ描く二重アイライナーで、涙袋をこうやってポクってやった時に出てくるこの涙袋をこうやって描いちゃいます。濃くても大丈夫です。後でアイシャドウでぼかすので、少し濃く描けたら、大げさにね、細い筆でここ取って涙袋にのせます。私がコンプレックスなのはここの幅なんですよ。ここの幅なので、ここ結構ね、眉毛の下、眉毛のここの目尻まで、ここ全体的に塗っちゃってます、アイシャドウを。そうするとここの面積が狭くなるので、やってみてください。ぜひここの色とここの色を合わせて、ここ目尻の方にのせます。隣も同じようにくってね。そうすることで、こうやってより目がぷっくり見えるんじゃないかなって思います。ほら、私アイライナーないだけで本当に顔変わるので、今この顔じゃないですか。アイライナーをすると本当に変わります。アイライナーもね、私長めに描いちゃってます。あの、短く描く方もいると思うんですけど、私は長めに描かないとここの面積が本当に広くて、しかも長く描くことによって目の横長にすることによって目がでかく見えます。集中しますね。一旦ね、合わせちゃいます。自分の目地に沿ってやっちゃいます。はい、結構長めじゃないですか。はい、こんな感じです。ここでほんと面積がちっちゃくなります。こうやってね、長めに描くことによって目もでかくなるし、横幅がもうすごい主張されるのでね、短くね、描くことによってナチュラルになる、目にもなるんですけど、分かりやすく大げさに描いちゃいました。なんかね、長い、うん、長すぎた。まあ、そしたらね、次はこういうね、細い、こうやって細いってやつがいいの。こういうね、形の筆に、ここの黒、ここの黒い部分をこの三角ゾーンにね、埋めちゃいます。埋めることによってね、目もでかく見えるんだけども、アイライナーが長くそんな見えない、そんな長かったっけっていう。だってもう、ある、あのここね、足すだけでさ、なんか違和感なくない？そんな三角ゾーン描くとパンダ。はい、そしたらね、ダブルライナーの線でちょっとね、描いちゃいます。地雷ラインを描きます。そうするとほら、目がでけえの。ここにね、三角ゾーンをやると、なんかこの白い部分がもう、あ、ここまで目の枠があるんだってくらいに目がでかくなります。次はビューラーでまた下まつげやります。鼻に入ります。鼻のノーズシャドウ。鼻でかくないですか？丸っこいんですよ、こう見ると。それでね、ここのケイトのやつなんですけど、ケイトのデザイニングアイブロウズ 3Dブラウン系を使っております。ここの2つでこうやって取ってあげて、まずね、ここ見えますか？ここをこうやって埋めちゃいます。はい、埋めるとほら、最初めっちゃ濃いんだけど、濃
くて大丈夫。ちょっと大げさなくらいに、ちょっと描いちゃうね。大げさな。はい、で大げさに描くとこんな感じです。まあ大げさに描いても大丈夫です。こうやってこうぼかします指で。指でぼかすとこんな感じ。鼻先がシュッとなります。そしたらね、ちょっと余ったやつでここ、ここと、あとここ。なんかこうやってやるんじゃなくて、こことここ、こうやってやるんじゃないんですよ。こことここでこうやって手で伸ばすの、ぼかすの。そうするとほらシュッてなったの分かります？一気に。さっきの花と全然違うと思います。ビフォーアフでね、あの見ていただけたら多分分かると思うんですけど、ほら。でそうするとこんな感じで鼻が高くなります。チークのせますね。はい、このチークはこれです。エチュードハウスラブリークッキーブラッシャーです。チークね、BR401 番を使っております。こうやって取ってあげて、私はね、あのエラがコンプレックスって言ったと思うんですけど、エラ型の人ってチークの入れ方があるんですね。ここからちょっと上にこうやってのせるんです、チークを。まあ見ててください。こうやってね、チークをここにも塗るんだけど、ここに全体的にって感じで。ここもね、隙間を少し開けてください。ここの、ここの上すぎてもダメです。チークがあるだけで顔が印象パッて変わるんですよ。こっちつけてない方とこっちつけてる方、こっちつけてるだけで優しい印象になります。チークはこっちも同じようにのせます。はい、こんな感じです。そしたらね、鼻の先にもつけても全然可愛いと思います。次はハイライトです。ハイライトはこのね、細い筆でこのクリオのやつで取って鼻の先にのせます。ここね、先っちょめっちゃつけてあげたら、次はここ、ここね、ここだけにつけると鼻が短く見えます。さっきとは全然大違いの鼻になるんじゃないかなって思います。はい、で次はここの頬骨に、さっき隙間開けてくださいって言ったと思うんですけど、その隙間の方に埋めます。こうやってハイライトを、顔がね、輪郭がめっちゃ分かりやすく見えるのと、光ってることによってほんとモチベ上がる。しかもなんか可愛い綺麗な顔なんだなって思います。ハイライトのせるだけで。次はこちらです。エチュードハウスのキラキラアイシャドウの BE102 番を使っております。スティックアイシャドウタイプなんですけど、これを涙袋に使っております。で、言うて涙袋をこうやって描くわけじゃなくて、ここにのせます。こうやってでのせるとキラキラになるんです。ここにも同じように見せたら涙袋がぷっくり見えます。でね、ハイライトさっきの続きなんですけど、こういう細い筆でポッポッて取ってあげるんですよ、ハイライトを。そしたらあのね、全体的にボッてのせるんじゃなくて、あの少しだけ本当にこういうとこ、なんかもうほら、こういうとこ、こう完全に塗るんではなくて、目のこういう形のところだけちょっとって塗るだけで大丈夫、本当に。でここ輝くと可愛い、目ががっつりして、うん、いい感じ。でできたらシェービングに入ります。待って、ブラシを忘れてしまった。これを一回ティッシュで振ります。そしたらね、ここをね、全体的にこうやって取るんですよ。私エラがコンプレックスって言ったと思うんですけど、ここのね、肉がコンプレックスなんですよ。なのでこうやって消しちゃいます、このシェービングで。なんか削りたいところをね、削りまくればいいんだよ、これは。これに関しては気持ち程度でね、結構変わると思います。あのするとしないとで結構シュッて顔見えません？ここもこうやってのせます。そうするとここが出るので、影を少しでものせたらこんな感じです。で次はね、最後リップに入るんですけど、リップはなぜ私はこの唇がちょっとコンプレックスかっていうと、あのここの面積とね全然一致してない気がする。なんかね、ここに分厚いんです、私。でもここのなんか開くない、別にここが。だからここをね、ちょっとどうにか今日は教えるんですけど、私が使うのはこちらです。レブロンのカラースティックマットライトクレヨンでございます。01番です。
これを全体的にあの枠囲むんだ。囲みます。こうやって。はい、こういう感じ。囲ってあげたら、次はこれシャネルです。ルージュココブルーム、これをこうやって埋めてあげる。マリアポンポン付けでつけてます。はい、こんな感じ。そしたらね、これです。ディープソールです。これも内側にのせます。一回。まま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 。こうやっちゃダメ。内側と内側だけにあのぶつける。次は M 字リップにしたいので、ここをこうやって、ここ絶対になるんよ、こうぷくってなるとこ。わかんないけど、手でぼかすのもいいんだけど、手が使えなかったら、軽くできた。これで M 字リップ完成です。次はこれ、あの口を一回開けるんですよね。さはいはい、ここをここ、ちょっとオーバーめにやります。ここをね、塗るだけでもこういうアヒル口になるんです。うん、かわいい。したら私のメイクこんな感じです。で、髪セットしておこうと思います。はい、ということで髪の毛もねセットしてきたんですけど、こんな感じでコンプレックスメイクが終わりになります。私がちょっとポイントにしていることとかを説明しながらちょっと言っていくんですけど、まず1個目がですね、私目が重たいって言ったと思うんですけど、普通の目だと目がもう眠く見えてたりするんですよ、こうやってどんより、すっぴんだとね。でもこうやってまつげをグインって上げることによって、あの目がパッチリしてね、目が起きてるかのようなね目になるのと、二つ目は涙袋です。そうです、涙袋はやっぱ描くことによってね、こっちの方がちっちゃかったけど、あのこっちと対称にしたいので、こっちをもうちょっと大きく描くだったりとか、あとはノーズシャドウです。ノーズシャドウはやっぱ本当にハイライトとノーズシャドウ大事になるんですけど、ないとね本当でかいんですよ。もうこれシュッてなって、こことここハイライトをのせることによって全体的にこうやって詰まった顔にあのなるっていうのと、あと私はエラが張ってるので、削り方とかね、チークの入れ方、あのエラ型の方はね、ここにぜひ乗せてみてくださいっていうのと、あとここの面積がね私は広いので、アイライナーの長さだったりとかね、いろいろご紹介したんですけど、私みたいなね同じ悩みを持っている方はぜひやってみてください。皆さんで頑張って垢抜けていきましょう。コンプレックスも乗り越えようね。最後まで動画見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので概要欄に載せておきます。それでみんな、グッバイモモー。